今日海開きの小樽ドリームビーチ、子どもたちが楽しそうに遊んでいますよ。今日の小樽市の最高気温は 25.5 度。小樽市銭箱の小樽ドリームビーチでは、道内の海水浴場で最も早く海開きが行われ、早速子どもたちが 波打ち際での遊ぶ姿が見られました。海好き？何見つけたの？わかんない。海水浴といえば海を見ながら食べるグルメ。いただきます。海を見ながらの焼きそば本当に美味しいです。新型コロナの5類移行によって4年ぶりに海の家でもマスクをつける必要がなくなりました。ああ、もうほっとしてます。よかったです。天気にも恵まれて、マスク外した状態でもう開放的な気持ちで遊びに来ていただければ。小樽ドリームビーチは8月31日まで営業しています。道内では今年35カ所の海水浴場が開設される予定で、例年並みに戻ります。